皆さんこんにちは。日本バレーボール女子 V リーグ2部リガーレ仙台の退団と現役引退を発表した佐藤有紗選手兼監督。2023年1月20日に自身の SNS で現役引退と退団を電撃発表しました。ご報告の文字が書かれた画像とともにリーグ途中での発表となりますが、今季で現役を引退します。また監督を退くとともにリガーレ仙台を退団することになりました。今の思いや今後の活動については後日会見にてお伝えしますと綴り、チームからの退団と引退を発表していました。今回の引退退団発表にネット上には次のようなコメントが寄せられています。本当にお疲れ様でした。これからも宮城東北をさまざまな形で盛り上げていってください。佐藤選手は悔しくて仕方ないと理解します。こんなチームには自分の子供を託せないし、こんなチームには入りたくない選手も今後出てくるのではないのでしょうか。本当にリガーレの運営ひどすぎる。功労者のありさが気の毒でたまりません。実質的にはチームを追い出される形になってしまうなんて、ライセンスを理由にするチームには不信感しかない。現役引退はともかく、退団というのはわからないし腑に落ちない。闇が深そう。佐藤有紗がいないリガーレは見る価値なし、終わりでしょうなどのコメントが寄せられ、チームに対する不信感や批判が殺到する事態となっています。その後2023年1月23日仙台市青葉区のホテルで記者会見し、退団の経緯などを説明しています。引退については昨年12月にはすでにチーム側へ意向を示していたといいます。怪我はなく健康です。いつでも何年でもバレーボールを続けていける体ではありますと、故障が原因ではないと述べています。客観的に自分を見た時に、バレーの普及により力を入れて活動していくことが今の私には大事だと思うし、周りにも求められていることだと思うと、コートの外からバレーに携わる立場としての思いが強くなったと説明しました。2018年の創立からずっとコートの中に立ってきたが、チームメートのバレーに対する姿勢や思いを身近で感じて、プレーでこのチームを引っ張っていかなくても大丈夫と思ったのも一つと、チームメートの成長も一線を退く決断の一つの要因となったと話しました。選手としては自信を持ってやりきったと思っていますと笑顔で話す一方で、退団するという結果になってしまったのは本当に残念だし、悔しくて仕方ないと言葉を絞り出しました。チームが V1 昇格を目指すにあたり、佐藤有紗さんが V1 で必要なコーチ4の監督ライセンスを持っていないことで、チーム側と意見の相違が生じたことが退団のきっかけとなったとしています。自分としては今年中にコーチ4のライセンスを取得して、引き続き監督としてチームに貢献したいと思っていましたと率直に述べています。まずポイントとして挙がったのは、運営側と方向性に違いがあったとする点です。2018年のチーム発足時からの中心選手であり、2020年シーズンから監督を兼任していた佐藤有紗さんが退団に至った大きな理由は、前述の通り一部の監督に必要なライセンスだったといいます。今季限りでの現役引退を決めていた佐藤有紗さんは、引き続き監督として活動するためのライセンス取得を目指していたそうです。しかしチームは来季すでに資格を持つ指導者を迎える方針だったそうで、溝は埋まらなかったのだとしています。佐藤有紗さんは、違う選択肢でもチームに残りたいと思うし、残らないといけない存在だと私が一番理解している。でも残念ながら運営側との方向性の違いがあると説明しました。これまでも創設からチームのために運営と何度も話し合いをして努力してきたつもりだが、方向性の違いを感じてこのような決断に至りましたと説明し、チームメートには本当に心配をかけた、何よりもこの先の皆のことが心配ですと大粒の涙を流しながら仲間への思いを語りました。退団への思いを問われ、目に涙を浮かべる佐藤有紗さんがそこにはいました。シーズン中の発表には、残り少ない試合を多くの人に見てほしいとの思いがあったとしています。一方で退団も同時に報告することになり、とても悔しく悲しいと言葉を詰まらせ涙ぐみました。佐藤有紗さんは1989年7月18日生まれ、
宮城県仙台市の出身です。母と6歳上の姉の影響で仙台市立西田が小学校2年時よりバレーボールを始めています。仙台市立富沢中学校3年時にはチーム愛で全国ヤングクラブ交流大会優勝しました。古川学園高等学校に進学するとライトプレイヤーとして春高バレーやインターハイ出場経験を持ちます。同期に沼田さくらさんがいます。佐藤一子監督に運動能力を買われ東北福祉大学に進学しバレー部に入部しました。リベロだった主将の進言と本人の意向が一致しこの時リベロに転向しています。2013年8月の WGP 予選ラウンド3周で全日本チームに合流し地元仙台において全日本デビューを果たしました。同年11月のワールドグランドチャンピオンズカップではベストリベロ賞に輝き全日本チームの銅メダル獲得に大きく貢献しています。 V プレミアリーグに昇格した2013-2014 シーズンにおいてレシーブ賞を獲得し2015-2016 シーズンよりリバーレ主将を務めました。2014年に左膝を怪我した関係もあり一時は引退も考えていたそうです。2015年度は真鍋政義監督からのオファーを辞退しましたが恩師である佐藤一子監督の言葉などもあり2016年に全日本に復帰しました。リオデジャネイロオリンピック世界最終予選兼アジア予選と本大会に正リベロで出場しています。2019-2020 シーズンよりリガーレ仙台でプレーしておりシーズン途中で選手兼任のまま監督に就任しました。一番の思い出は代表のユニフォームを着て地元で試合ができたことと仙台で開催された2013年のワールドグランプリ1次リーグを挙げました。シーズン終了後は宮城県を拠点に普及活動などを行っていくとしています。バレーボールに費やしてきた時間を次世代の選手や普及に力を入れたいと話しました。同年1月28、29日には富谷市であるリーグ戦に出場する予定だとしています。佐藤有沙さんに婚約の噂がありました。しかしそれは同姓同名の人違いの噂だったようです。モデルに佐藤有沙さんという方がいます。この方がサッカー選手の長谷部誠さんと熱愛が報道されましてや婚約結婚とまでスクープされました。それが佐藤有沙さんだと勘違いする人が多かったようです。ちなみに佐藤有沙さんは今のところ婚約も結婚する情報は入っていません。佐藤有沙さんの私服はギャルっぽいと言われていますが性格はどうなのでしょうか。佐藤有沙さんをよく知る人の話によるとオンとオフはきっちりと分けて考える性格だそうです。ということはバレーボールでの出来事とプライベートでの出来事は互いに持ち込まないということでしょうか。切り替えが上手なタイプなのでしょう。アスリートは身体的能力はもちろん大事ですがそれ以上にマインドや精神的な部分が重要になってきます。佐藤有沙さんは何かあった時の気持ちの切り替えの速さがベレーでの活躍につながっていたのでしょう。そういったオンオフの切り替えの速さというのは冷静な判断にも生かされるでしょうから全体を見渡せるリベロのポジションで能力を発揮できているのも納得です。性格はどうやらきっちりとした性格のようです。いかがだったでしょうか。今回は佐藤有沙監督兼選手の対談と現役引退の話題について見てきました。会見で述べたことと様子を見る限り全てが明らかになっていないことは明白です。しかし佐藤有沙さんは言いたいことの全てを語ることなく大人な対応をしていました。ファンのコメントからも分かる通り運営側に対しての不信感は増大する一方今回の記者会見でその不信感を払拭することはできませんでした。引退までの選手生活を全うするとのことですがその後の活動にも注目が集まるでしょう。リガーレの監督兼選手に就任する際次のようなことを述べています。日立の時は勝つことが最大の恩返しだと思ってやってきた。今は初めての V リーグへ挑むチームとして勝ち負け以上に V リーグでバレーボールができることへの感謝の気持ち一生懸命やりながらも楽しんでいる姿を皇后杯で表現できれば東北の方々が一瞬でも温かい気持ちになってくれることにつながったら嬉しいですと語っています。そして何よりもこの先の皆のことが心配ですと語る佐藤有沙さんの言葉を運営側はどう受け止めるのでしょうか。
今後の佐藤有沙さんの動向に注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。